あのさ。はい。めっちゃ気になってることがさ。はい。あるんだけどさ。はい。みんな気づいてくれてんのかな？何をすか？俺たちのさ、このラジオ。俺も？そう。俺たちがこのラジオに隠したダヴィンチ行動ですよ。気づいてんのかなって。あ、くだらないダヴィンチコードね。くだらなくないでしょ。くだらないダヴィンチコード。俺らのダヴィンチコードはくだらねえよ。マジでこんなに難解なダヴィンチコードないと思うけどね。だって誰も気づいてないっぽいんだよ、これ。気づいてないし、気づいたとしても興味ないと思うけどね。嘘。全然興味ないよ。こんな俺らがさ、頑張ってやってること気づいてもらえてないの？だってもし俺が視聴者だとして、うん。まあ、きっと今から、レッツさんが答えを言うだろうけど。言うよ。言われたときに。うん。はっ！ってならねえもん。嘘！ってなる。あ、そうだったんだ、ぐらい。ちょっとしたなんか豆知識テレビで見たぐらいのさ。あ、そうそうそう。みたいな。そうなんだ、みたいな。いえ、違うよ。確かにみたいな感じになってるよ、これ。ならない、ならねえよ。いや、まあまあまあ。あんま食べねえ方がいいよ、もう。マジで、じゃあさらっと言っていい？ちょっと言った方がいいよ。嘘、結構食べれると思ったんだけど。ハードル上げない方がいいって、もう絶対。このラジオのタイトルなんですけど。はい。全く身にならないラジオにサブタイトルが最近ついてるじゃん？まあ、そうだね。1個目。はい。実況者ハブられ問題。ああ。2個目。アカウント乗っ取られ事件。ほうほうほう。三つ目、誕生日祝わないで裁判。うん。四つ目、キヨが語るアンパンマンの真実。はい。なんだこれ。いいんだよ、いいんだよ。別に。合ってんだよ。合ってるの？うん。都市伝説って言ったんだから、はい。そっか。五番目、俺らいつ引退すんの会議。はい。その次、はい、大惨劇のモノマネ大会。わかった？みんなわかったかな？CM 挟めるね、これ。これ謎謎クイズなんだ、今これ。クイズというか、まああれですね、謎解きですね。謎解きか。共通点があるじゃないですか。うん。いや、あるじゃないですか。俺わかってるからさ。これ実は最後の2文字がさ、漢字2文字で全部違うやつで終わってるんですよ。一つの違う漢字二文字の単語になってると。そう。問題、事件、裁判、真実、会議、大会。くだらねえ。どうくだらねえ。くだらねえ。ほんと、引くほどくだらねえわ。マジでこれ、はぁってなってると思うけどな。これは気づきませんでしたっつって。まさかこんな壮大なテーマが隠されていたなんてみたいなコメントなってると思うけど。このさ、多分だけどアンパンマンの真実ぐらいからかな。うん。結構、考えのめんどくさくなってきちゃってた。絞り出せなきゃいけない苦痛になってたじゃん、もう。まあなんかね、三つ目あげたぐらいでさ、あれって俺らが気づいたんだよね。そうそう。あれそう。俺なんかそれで終わってるけど、これでやんなきゃいけないのかな感がさ。だから、うん。早めにちょっとこの流れを断ち切っておきたいんで。そうだね。今回のレッツさんがあげるやつ、まあ俺は知らないけどなんてタイトルであげるか。はいはい。決めてないから、ね。それが入ってない、ま、それが入ってないのを願うわ。入ってなかったら、あれでしょ？お前ももう全然違うタイトルにするわけでしょ？自由なタイトルを作れる、俺も。でしょ？もしも俺が最後漢字2文字で終わってたら。俺も漢字2文字にしなきゃいけなくなる。俺が2文字、漢字2文字やってたらお前は漢字2文字やめることはしないんだ。しないよ。うわこれ今回で。いや、始めてんのそっちからだからね。いや、一番初めは関係ないじゃん。二番目のお前が同じやつにしたんだから。お前から、前から始めてる。いや、俺はアカウント乗っ取られ事件。レッドさん、誕生日祝わないで裁判じゃなくて、誕生日祝わないででいいじゃん。お前だってアカウント乗っ取られでいいじゃん。別にいいじゃん。乗っ取られたでいいじゃん。うん。とにかく期待しとくから。今回のタイトル。いや、俺はもう、ここで断ち切るつもりで。だってもう、もうね、漢字二文字で終わるやつなかなかないもん。そうそう。しかもさ、その2019年になって、はい。ちょっと変えようよ。あ、それいいね。
こっから新しい3文字縛りとか始まるかもしれない。やめろやめろやめろ、もっと難しくなるわ。いや、みんなが気づいてたか、でも誰も気づいてない気がするんで、ちょっと見とくわ、コメント。あ、見といて。見ときます。気づいてないっていうか、気づいててもコメントしないだろ。そんなこと。そんなに、そんなにすごいことじゃないんだ。ああ、そうなのかなぐらいだわ。結構引っ張ってたんだけどね。そういえば、興味がない。はい。そういえば、この前、3日ぐらい前なんですけど、俺らからすると。あ、き、おは今日から、あ、あげる日じゃなくてね。そうそうそう、撮ってる日から3日ぐらい前なんだけど、はい。俺たち動画を上げなかったね。ああ、うん、上げなかった。そう。まあ、YouTube 的になんか動画上げれるんだけど、なんか一覧に載らなかったりとかさ、なんかいろんなバグが起きててさ。不具合が多かったみたいなね。そう、俺ら以外も。なんかなってる人がいてさ、結構いたね。うん、そう、もう超焦ってさ。いや、なんか気持ち悪いじゃん。ああ、ああ。そう、まず投稿してさ、動画なんか、うん、動画の一覧になくて、あれってなるじゃん。その時点であれってなるでしょ。なるわ。まあ、投稿一覧に載ってなかったらあれとはなるかな。なんか嫌じゃん、上げ直そうってなるじゃん、削除して。俺さ、そんなにさ、投稿直後ってさ、どうなってるか自分のあんま見ないんだよね。ああ。どっちかというと、ちょっと数時間経ってから見ちゃうから。でも数時間経った後だとかでも載ってなかったみたいな、それぐらいの結構大きな障害だったわけじゃん。そう、通知とかいかなかったらしいしね、全然。そう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 。でも、まあ、毎日投稿結構やってるわけですよ、俺。はい。そうね。まあ、3、4人ぐらい、多分やってんだけどさ。レッドさんの方が多分俺より長いから、多分ね。よく何年ぐらいやってるの？結構やってるよね、言うて。俺もね、3年、8、9ヶ月ぐらいなの、多分。そう。だからレッドさん4年ぐらいなんじゃないかな。で、結構さ、割となんか1時間に1回試してみて、もう1回ツイート投稿してみて、あれ、変わってないな、みたいな繰り返してさ。はいはい、はい。で、まあ、0時になっちゃって。あーってなって。うん、なんか、うん、なんか気持ち悪いツイートしてたもんな。気持ち悪くないですよ、普通に。悲劇の。みたいな。悲劇の。みたいなツイートしてたね。悲劇の。悲劇のツイートだよ、お前。笑っちゃいけないよ、こういうの。ほんとに。ってやってたもん。どんどん盛るんじゃないよ。で、その後さ、お前だって同じはずじゃん。あ、まあ俺スマブラしてたけど。そう、その次に。昨日は休ませてもらいました、みたいなさ、涼しげな顔しやがってさ、腹立つ、ほんとに。うん。なんか、それでさ。涼しげな顔してるけど、うん。ぐらい内心俺も思ってたよ。ああ、毎日投稿はここで途切れんのが、こんな感じで途切れちゃうんだ、みたいな。涼しげじゃねえか、ちょっと。なんか涼しげじゃん。俺、まあ、いいんだけど、いいんだよ。別に、毎日投稿しなきゃいけないみたいなのはないわけだけどさ。はいはい。4年もやってたルーティーンなわけじゃん。確実に。確実だね、それは。そう、自分でやめるんじゃなくてさ、なんかこうやめさせられるじゃないけど、いいんだけどさ。まあ、うん。なんか涼しげな顔してさ。うん。いや、レッドさんさ、なんだろう、別に毎日投稿が苦にもなってるわけでもなくさ。まあ、そうだね。普通にやってたじゃん。で、俺、これも裏の話になっちゃうけどさ。うん。俺も今年毎日投稿やめようと思ってるって俺も話してたじゃん。ああ、まあそうだね。だから別に。苦だもんね、お前。すげえ嫌な言い方だな。すげえ嫌な言い方だな。だって俺、レドさんは苦じゃないけどって言ったじゃん、今。俺が苦とは言ってないじゃん。あ、そうなんだ。俺は別に、その週1でも1日ぐらい自分の時間作ろっかな、みたいな。ああ、まあまあ、それはね、毎日、だって毎日あげてたわけじゃないからね、昔は。うん。うん。そうだね。いつの間にか。別に逆に動画撮る以外することないんだけどさ。いや、それね。結局、うん。うん、俺もね、暇だから、じゃないんだよね、別に。まあでもその中でも一番長かったからね、レッドさんが。確かに牛とかもう毎日投稿やってるけど、まあ俺らより 1,2 年遅いからさ。そっか。うん、なんか悲しいね。いやでもなんかさ、うん、なんかさ、なんかさ、いや、確実に上げてないじゃん、あの日、もう。上げてない、上げてない。上げてないじゃん、あの一日。
メロリンさん、なんか次の日さ、ちょっと早めにマリオをあげてさ、あれ、ウッシーが言ってたけど、公開時間がアメリカの時間基準じゃん。ああ、そういうのあるね。だから公開日がアメリカ時間で言うと日本で言う前日に設定みたいになっちゃってて。なんかずれんだね、公開日が。ちょっとずれるんだよね、日付の公開のあれが、表示が。うん。で、23になってたからさ。毎日投稿続いてるみたいなさ。そう。意味わかんないこと言ってたよね。違う、なんかさ、リップとかでさ、なんかその投稿日が前日になってんので、俺もう諦めてたのよ。もちろん、無理だったからね。はい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 。で、まあ、また夜バグったりしたら嫌だから、ちょっと早めに、なんか、あげといて、うん、まあなんか、ちょっと、今日は大丈夫だったって早く安心したかった。さすがに2日連続あげないのは、ちょっとないなと思ってさ、はいはいはい。その日もあげれなかったら最悪だもんね。それはさすがにちょっと違うなと思ったから、とりあえず早めに確認しといて、うん、治ったっていうさ、その人とか結構いたから、うん、俺も試したくて、はい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 、でそれであげたらなんか前の日の投稿日みたいになってて、その動画自体が、ああ毎日投稿途切れてませんよみたいなリプライとかその YouTube にコメントあってさ、もうなんかさ、今日あげ、今日それって今日あげなかったら毎日投稿、もう一歩あげなかったらさ毎日投稿途切れるみたいなさ、なんかそんな感じになんかなっててさ、ああ、そのそうそういうことね。そうすぐ言ったもんね、 LINE に。俺今日あげなきゃいけないってことなのかなっていや、もう俺の中でも途切れてるからね、これ普通に2本あげたけど、あの日にあげないっていう事実はできちゃったからね。そう、あげてないし、なんか削除した動画残ってたし、もう最悪だし、残したね。そう、いやでもレッツさんの視聴者的にはまだ続いてると思ってんだよ。なるほど、きっぱり言ってやんなよ。え、ちゃんとレッツさんの口から言うべきなんだよ、自分の視聴者に。なんて、俺の毎日投稿は途切れたぞって。ああ、キヨくんはもう途切れたんだもんね、完全に。俺は完全に途切れてるよ途切れてるよね、完全に。3年半途切れてんだよな。俺の3年半ぐらいはもう一瞬で途切れたね。うん。ウッシーから夜にさ、 LINE でさ、俺は問題なく投稿できたわ、つって。言い訳してるやつ全員殺すから、覚悟しとけ。怖い。怖ーと思って。言い訳して。お前たまたま障害ない時に投稿できただけなの。この酔っ払い怖ーと思って。ウシーもこれ障害で投稿できてなかったらさ、うん、YouTube 上のバグは脳幹でしょとか言いそうだもん。ああ、ウシー毎日投稿こだわってるからね、割と。結構こだわってんね。うん、俺はあげるよって。いつやめるみたいな話とかもするわけじゃん。そうだね、そんな、うん、そうだね。ガシさんとかも結構普通に休むから大丈夫だよみたいな感じ。まあ家庭があるしね。うん、うん、チームその日生放送やったりするから全然休んでなかったりするんだけど。そうだね。うん、ウッシーが、まあ、途切れた時なんか言ってやりたいわ。まあウッシーも結構重大っぽい感じしてると思うよ。そウッシー重大だろうね、毎日投稿すること。うん、ねえ、まあ、江戸さんもまあそうだし。まあ俺はもう途切れた。途切れました。あ、言った！途切れちゃいました。いやもうなんかそういうさ、日付は何日だからとかそういうことじゃないもんね。わ、偉い！そう、ニコの24時間あげれなかったっていう事実は俺はごまかしが効かないと思ってるので。おう。まあたまに休もうかなと。で、ここで言うな。さりげなくここで言うな。まあそんな毎日ねやんなくてもね、無理ないようにやるのが一番だからね。まあでもね、一つね、そうだね、毎日投稿って結構でかいもんだったからね、うん、いざ続けてると。いや5年間毎日何かするって相当だよ。なんで1年持ったの4年間は相当だよしれっと持っちゃったけど、ね、うん、相当だなって。でもね、うん、俺はあの日ね、 YouTube 側のバグだったら仕方ない脳幹だと思ってっから、俺は続いてるわ。俺も、そうかな。俺もまあ。ブレブレだな。ダメ、お前は上げてないもん。上げる努力をしてないじゃん。努力したって！本当に？いや、動画作ってるじゃん、まず。うん。あ、その日作ったの？だってお前その日暮らし。当たり前だよ！その日暮らしでしょ、確か。その日暮らしなんだけど、対象デモクラシーなんだけど。うん、どういうこと？
え、じゃその日暮らしと対象デモ暮らしってちょっと似てっからみたいな。その日暮らしなんだけど。それきつい、それ厳しいよ。それ厳しい、それ見過ごせないわ、それ。その日暮らしなんだけど、うん、ちゃんと作ってたの。はいはいはい。で、ぶち込んでる時に、うん、なんか富士から、あ、なんか何回動画上げても通知いかないんだよね、今日の YouTube バグってるみたいなこと言われて、富士くんもなんかやって、結構騒いでたよね。結構騒いでた。なんか途中からさ、騒がなくなったからさ、あ、こいつ諦めたなって思いながら。やつね、そうだね。最後はいざ諦めて寝てたしね。で、なんか、ヒラも上げれたけど、なんか、もう一回いろんなので試すとダメっぽいから、やっぱ、障害だなみたいな、YouTube 側だからもうどうしようもないよ、みたいなことを言われて。言ってたんだね。ああ、じゃあいいや、みたいな。ああ、でも作ってたんだ、じゃあ。動画は作ってました。ああ、そっかそっか。はい。なんか、ちゃんと。悲しいわ、2019年なんか、運ねえんだ、俺。そういや、運ねえんだ、いや、マジで、なんか2019年変なんだよね、なんか。今年。変じゃないって。いや、今年まださ、1月、1ヶ月経ってないけどさ、なんかうまくいってないというかさ、喉も変だしさ。喉は知らんよ。喉もなんか変だし、うん。なんかさ、ずっと訪れも起きるし。もう解決したんでしょ、それ。もう訪れはお前が解決してくれたけど。うん、割とそれは、うん、割と、うん、その日はご機嫌だったぐらい。割と感謝してね、俺にちゃんと。いや、割と感謝したよ、あれは。でしょ？うん。割とジャッジアイズ続けてんのは、今、数パーセントはお前のおかげもあるかもしれん。割とあるかもしんないぐらいよ。あ、いいですよ。よかった、みたいな。まあまあまあ、はい。はい、まあまあ、まあ、まあ、それも確かに嫌なうちの一つだったわけね、訪れも。そう、訪れも嫌だし、お喉も変だし、なんかさ、毎日投稿もまあいいんだけど、なんか途切れたりとかさ、うん、なんか2019年良くないなって思ってますね。思ってます思ってます、本当に。もうこんな1ヶ月でこんな何個も起こるかって思ってるんで、楽しい年にしたいわ。ちょっと訪れもさ、喉もさ、そんなに自分の問題じゃん、結局。自分の問題だけどさ、なんか訪れもこんなに、まあ、訪れはまあわかる。うん。こんなに治んない。喉なんてさ、そんなの自分で体調管理してないのが悪いわけじゃん。いや、してるんだけど、なんか変だったんだよ。その喉の変さもさ。おう。ああ、なんか2019年変だなって。いや、気を引き締めていくわ。いや、気を引き締めていこうよ。うん、なんだお前も気なんだなんだその全然引き締まってない。気引き締めた方がいいよ。引き締めます。早い。全然言えてねえじゃねえか。これ結構難しい言葉だから。思ってるよ。いや、難しい。はい。じゃあお便り読みます。いやね、別段まだ続けれる限り毎日投稿はするんでしょ、はい、まあ、まだ動画投稿できる。最近特にシリーズだからさ。シリーズやってるとゲーム選ばなくていいからさ。そこの時間がないので。うん、まだやってっけど、まあ、ね、たまに休んでももういいのかなってちょっと思っちゃってる。いいんじゃないですかね。はい。ということでお便り読みます。はい。ラジオネームデコリンさん。もう全身ネームとかじゃねえんだ。確かに全身ネームです。キヨさん、レトルトさん、はい、こんばんは。いつも全身ラジオ楽しく配置をしています。はい、どうも。早速質問なのですが、全身ラジオ第61回、だから去年だね。ほう。去年の初め？一昨年かな？これ何回だろう？これ何回だろうね。これ何回？これ何回だろう？これ何回ぐらいなんだろう？ちょっとこれ調べる。モノマネ以来でしょ？俺モノマネの時に69回って書いた記憶があるわ。あ、じゃあ70回だ。あ、70回だ、これ。あー、なるほど。70回。で、今61回だから多分、一昨年の末かな？全身ラジオ第61回で、レトルトさんは2018年の目標として、はい、異様に好きなものを作るとおっしゃっていましたが、結局見つかったのでしょうか。めっちゃ好きなものを作るってことだね。気になったのでメール送らせていただきました。これからも動画楽しみにしていますと。ほう、どうもありがとうございます。ありがとうございます。俺一時言ってたじゃん。なんか趣味作りたいとかさ。はい、はいはいはい。なんか好きなものないみたいなさ。キュウ君とかサッカーとかさ。
そう、今もね、盛り上がってくからね、アジアカップで。なんか、あ、やってんだよね、ワールドカップみたいなの。まあ、それのアジア版って感じの。うん。そう、絶対見てる。て絶対見てんでしょ？絶対、他の国の試合も絶対見てる。それってもう結構じゃん。まあ、大好きだからね。うん、でもそういうものを作りたいみたいなのを言ってたの。まあ、アイドル好きとかもいろいろあるわけじゃん。まあ、乃木坂が好きだったりとかもそうだね。そうそうそう。なんかそういうの俺も作りてえなと思って、それが2000… そんなくだらない話してたわ。くだらなくないね。大事な話。2017年の。去年の秋ぐらいもなんかその話してた気がするわ。趣味がなんちゃらみたいな。そうそう。旅行も行かない。その時点で秋まで何もなかったわけでしょ、もう。いや、何もなかったのかなって思ったんだけど、見つかってましたね。わかった。マジで？何？レトさんが好きでたまらなくて、はい、2018年やってたこと俺一個分かったわ。何？俺らと実況取ることじゃないんだよな。嘘嘘、それでしょ、うん、嘘、それはだってさ、2018年じゃないじゃん。まあ確かにずっと続いてるもんな。ずっと続いてるし、まあ、俺かレトさんからしか誘ってねえけどな。ね、この前ね、ウッシー一回も誘ってくれたことないね。ああ、今度は誘ってよって言ったけど一週間経っちゃった。ね、で一回も連絡来ない。全然誘ってこない。そう、全然誘ってこないから。本当にもう白状のとこですよ。はい、何の話してたっけ。2018年、去年好き、俺が異様に好きなものを作る、できてましたよ。はい、はいはい、できてたんです。なんだと思う？俺それわかる？言われたら。まあ一応わかるかな。あ、言われたら、あ、確かに。一応なの？でも去年初めてそれに触れたというか、うん、まあ見たりとか、そのやったりとか、そういう関係初めてやったり見たり、今やった、まあ見たりだね。ポケモンカード。ポケモンカードは違う。ポケモンカードはこの、まあ、去年末からやってるけどちょっと違うね。まだそんなに、そんなにっていうか、まだこれめっちゃ好きって言えるほど上手くもないし極めれてないので、今年まあやっていこうかなぐらい。テレビ。あー、テレビ、まあテレビっちゃテレビだけど。テレビ、あー、わかった。お、わかった。あ、マジで。言っていい？はい。多分正解。マーベルシリーズ全制覇。おー、正解。これって結構ね、見つけれたかもしんないぐらいね、すげえ好き。マーベル。そうだよね。好きなんだもんね、マーベル。そう、マーベルシネマティックユニバースっていうなんかシリーズみたいなのがあって、一個続いてるやつが、何個か見たこと多分あるとは思うけど、はい、映画好きだから。あ、何個かはある。そうそう。あれが本当に、ドハマりしまして。いや、聞いたわ、全部見たって。全部見た、すごい勢いで全部見た。一番好きなのは何だろう。あ、キャラクターとして一番好きなのはアイアンマンが、アイアンマンとその中のロバート・ダウニー・ジュニアの人が好きなんだけど。有名だね。そうそうそう。作品として好きなのはあのキャプテン・アメリカのシビル・ウォーっていう話かな。ちなみにそのマーベルシリーズで一番有名なのは誰だ。え、マーベルで一番有名なのはスパイダーマンじゃない？やっぱ。あー。多分、ちょっとスパイダーマンいっぱいシリーズあるから、あれなんだけど。まあ確かに。うん。まあ単純にスパイダーマン知らない人多分いないよね。そうだね、いないと思う、うん。名前はね、アイアンマン知らない人はいっぱいいるかもしんないけど。まあアベンジャーズの方がちょっと名前でかいもんね。そうだね、やっぱアベンジャーズそのシリーズがすげー好きで。うん。で、あれなんだよね、今年の、3月とか4月ぐらいで一回終わっちゃうんだよね、うん、なんか終わるというか。アベンジャーズが？アベンジャーズがなんか一回終わるというか、ジ・エンドゲームみたいなタイトルで解散すんの？解散するかわかんないけど、ヤベンジャーズみたいな。ヤベンジャーズに怒られるぞ。
やめ、怒られる。めっちゃ好きな人多いからね、これ。そうか、そうか。そうそう。いや、でも、なんかそんな感じ。ちょっと似てる、なんかわざパロディした AV みたいなやつあったけど。やめろよ。ハムナプトラ的なそういう。今言ってた、今言ってたじゃん。言ってないよ。言ってない。ハまで言ってたじゃん、今。言ってない、言ってない。そうそう、そういうのね。そういうのね、じゃねえよ。まあ、好きすぎてそういうのも見てるもん。見てないわ。派生作品も。派生作品じゃねえよ。そんなベノムみたいな感じじゃないから。怒られる。いやでもこれかなりね、好きで、なんかフィギュアとかも集めたりとか。それガチじゃん。そう。映画も絶対に映画館で見ようっていうぐらい好きになったので、なんか見つけれた感はあるね。でもすごいよね。結構昔からの作品も多いのにさ。うん。去年それを全部見てドハマりするって。まあ確かに。洋画そもそも好きじゃなかったからね、俺あんまり。そうだよね。言ってたよね、洋画あんま好きじゃないって。うん、洋画なんかちょっと、なんかあんまりピンとこないものが多くて。今はもう洋画しか見れない？全部見れるわ、別に。ちなみに一番好きな映画は何なの？映画？うん。一番好きな映画。そのマーベルを去年見たわけでしょ？うん。それも全部含めた上での自分の中での一番好きな映画。一番好きな映画は魔女の宅急便。おー魔女の宅急便がめちゃくちゃ好きだから。あー、うん、確かにいい作品だ。全然違うもの出てきた。全然違うけど、あれはもうなんか思い出補正もあるし、なんか空気感とか音楽とかまで好きだから。そうだね、うん、そうそう。いや、なんか2018年見つけれてよかったなと。今年はだってさ、うん、逆に言うと去年それを全て見たわけだから。うん、新作が出たらそれは今年見れるだろうけど、今年新しくハマるものってわけではないじゃん。まあ、新しくハマるものか。いや難しいな。ここぐらいやった方がいいよ。もう足りないかな。僕ポケモン GO もあるけどね。ポケモンカードもまだ微妙なところでしょ？ポケモンカードは面白いけど、こっからやっぱ長く続けないとやっぱハマったとはならないから。確かに、確かにね。ハマるかもしんないけど、なんだろうな。うん。はい。いや、この全身ラジオでこんな無言あんの？全身ラジオ史上一番長い無言だってよ、今。いやでも、キヨ君も別にあれでしょ？今年目標はもうないんでしょ？今年の目標はもうないってどういうこと？もう何でもいいんでしょ？なんかお前鬱っぽいからさ、もう。鬱じゃねえんだって、だから。鬱じゃん。最近ご飯も美味しくなくなってきたって言ってたじゃん、さっき。違う違う。その話はする必要ないじゃん、今。いや、さっき、悲しそうに言ってたじゃん。今する必要はねえじゃん。こいつマジでやべえと思って聞いてたけど。俺の唯一の楽しみがつって言ってたじゃん。かわいそうと思って。カウンセリング行きなって。でもサッカー見てる間とかはありえないぐらい楽しいね。ああよかったよかった。うん、友達と遊んでる時もすごい楽しい。あ、いいじゃん。ね、ポツンとする時間がちょっと多くなったかもね。ま、ポツンって何それ。なんか無の感情で何にもしない、何を見てるのかもわからない。ああ、テレビもつけないで。やば。なんか、わかんない、よくわかんない一点を見つめてる時間みたいなのがちょっと多い気がする。少し。やば。暴れ出すやつのなんかちょっと前みたいな感じだね。いや、暴れ出すかもしんねえよ、もしかしたら。突然、わーっつってさ、自分家の鍵をザーってやって。はーはーっつって。で、片付けるっていう時間とかあるかも。いや、そうなるが、うん、気をつけはするわ、一応。気をつけな、本当に。なんでこうなっちゃったんだろうな。ね。いくらも美味しくないよって言ってたじゃん。大好きなんだけど、ないくら。まあ、今年ね、そうならないように気をつけてやっていこう。うつにならないように。いや、元気だからね、元気だから。元気で。やめて、ガチで心配するやつら出てくるからさ。木を打つなんじゃないか疑惑みたいな。やめろ。やだわ。そのタイトルの疑惑っていう感じに文字使ってるしよ。急上昇の乗せなきゃね、それは。
あ、でも今日ちょっと最後に一つやりたいことがあって、朗報があります。朗報？朗報があります。キヨさんにとっての朗報が。え、俺にとって本当にいいこと？あ、ちょっと嬉しくなるかもしんない。ああ。俺たちさ、ウミガメとスープやってるじゃん。あの、謎解き、水平思考クイズだね。ああ、やってるね、たまーに。そう、まあ、俺があげてんだけど、それ、全7回ぐらいやってて。結構やってんだ。結構やってて、全7問だね、言えば。あ、全部で7問ね。あげてる動画5本ぐらい ?7 本ぐらいで、あ、全8問かも。8問あげてて、あ、なんと、キヨさん、一番正解率が高いです。おう。よかったね。よかったね。よかったね。実は、もしかしたら一番頭がいいかもしれない。だってさ、3人協力してるわけじゃん、あれ。いや、でも、まあ、俺とかウッシーは、出題者側があるので、うん。まあ、ちょっと問題やった回数は少ないっちゃ少ないんだけど、うん。でもこのさ、なんか、誰が最後の方にたどり着いたかとか、俺ちゃんとそこで、最後に答えた人じゃなくて、しっかりなんか、なんか、なんだろう、活躍度が高いとか、そういう人を正解の人にカウントしてったんだけど、ほうほうほう。キヨさんは、3問正解してますね。8問中3問、答えに。ああ、ああ、そう。そんなじゃない。いやいや、結構結構。結構なのこれ。あ、じゃあ、4問、4、ん？ 4 個だ。3個半。4個だね。3個半ってなんだ？なんかちょっとね。俺これ、まあ、アシストとかも含めてね。まあまあ、3個半だね。ほぼ記憶みたいな。はいはい、おう。ガッチさんは2個。はい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 。牛は2個。1個半かな。ああ。まあ、出題者側もあったしね。そう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 。なので、何気に一番答え。レッドさんは俺1個。少な？ちょ、俺一番出してんだよ。ああ、まあ、そっか、まあ、そっか。俺そもそもなんか、その、参加してんの3回ぐらいしかないから。ああ、じゃあ今度俺出題やるわ。お前が？なんで嫌なんだよ。できんの？できんのって、それ舐めすぎじゃない？できんのそれ。まあいいけど。一番答えてんだよ、だって。まあね。お前。何でもできるに決まってるでしょ。お前、第3回から1回も答えてないんだけどね。ここ隠してたんだけどさ。なんで、最近の成績悪すぎるだろ、じゃあ。最近お前は存在してないから、マジで。最近しかもさ、なんかさ、一番新しい回かなんかかな。うん。もう全然頭回んなくてさ。うん。なんか、鉄腕の友の話とかしてた気がするもん。鉄腕の友の話とか、貴乃花の前とかずっとしてたよ。もうおふざけになっちゃってるもん、俺。そう。あと、坊ちゃんと、おじゃる丸のカズマの石の話とか、もう意味わかんない話して。邪魔してる。むしろ邪魔してるね。そうだね。ごめん。ちょっと、そう、答えすぎてたから、ふざけちゃおうって思っちゃったわ。そう、頭いい人こう見せすぎてたからさ。うん、でさ、隠してた最近は、はい、この5分で解けるめっちゃ簡単なやつがもう下手したらなんか発想だけで質問なしで答えられる問題みたいなのがちょっとあって、すげえ、今回ちょっとそれを本当に記憶が賢いのかっていうのをちょっと賢いのか、うん、賢いのかをちょっと検証してみようかなと。ああ、いいよ全然。まあこれ多分ね、俺は本当に一瞬で解けた、それぐらい簡単。そういう、そういうと言わなくていいから。そういうの絶対いらないじゃん。今言う必要ないじゃん。俺は解けた。一瞬で。絶対いらないじゃん、そんなの。いや、本当に簡単だから安心して。いいって。誰でも解けるから。いいんだって。いや、マジで本当に質問なしでいけるから、これ。喋んな、マジで。分かった、いきます。早く問題出せや。はい。いきまーす。はい。とあるスポーツの試合において、スポーツ好きでしょ？大好き。ある選手が競技場に傷をつけました。その一部始終を見ていた観客は競技場に様々なものを投げ込み、選手はスタッフによって別室に連れて行かれてしまいました。はあ、しかし優勝したのはその選手でした。一体どういうことなんでしょう。簡単だよこれは。
はい。あ、答えですか、質問ですか。答えで。あ、どうぞ。フィギュアスケート。正解。簡単だな、本当に。本当に簡単だな。その選手はフィギュアスケートの選手だった。フィギュアスケートではリングがスケート靴の刃で傷つけられるものの、お客さんから花束などが投げ込まれるのもよくあると。本当に簡単だったでしょ。リンクね。そう、リンク。リングじゃなくてゼロ。リングって言ってたよ。ゼロね。はい。あ、いいんだよ、リングゼロバースで、はい、仲間由紀の話はいらねえんだよ。美しかったからね、あの時。あれはかわいそう。更衣室みたいなところでガチで本当の手が置いてあるから。いいから。怖いし。都市伝説いいから。まあ、こんな問題、こんなレベルの問題なんで。本当にこんな問題なの？こんなの問題だったらこれいけるでしょ。確かに、今の感じだったらいけるわ。いきます。今、即答だったからね。はい。もうあれしょ、途中の時点で分かってたぐらいのさ。分かってた、今のは。はい、いきます。途中の時点で分かったら答えちゃっていいの？あ、別にいいよ。じゃあ行くよ。これは、目標回答時間は5分って書いてある。はい、うん。まあ、5分もかかんないだろうね、記憶んだったら。まあ、俺レベルになると、はい。うん。ある世界では、お日様はいつも赤。お月様は時々、お月様は時々赤で表現するという、一体どんな世界だろうか。お月様が赤？ある世界ではお日様はいつも赤、お月様は時々赤で表現するという、一体どんな世界なのだろうか。お日様は何？お日様は絶対に赤、いつも赤。お日様はいつも赤、お月様だけ時々赤で表現する世界があると。一体どんな世界なのだろうか。これは多分なんかで表現する時の話だよね。そう書いてあるだろう。お日様が赤。はい。お日様はいつも赤。お月様は時々赤。赤で表現する。ある世界では。まあ別に質問。質問でも大丈夫ですよ。質問していいんだもんね。はい。ちゃんと時間計ってるんで。1分は経ったけど。待って、何を質問すればいいんだろう。ある世界では。この世界って。はい。人間はいますか？あ、いません。いない！うん、そういう世界ではないですね。お日様は赤、お月様は時々赤。はい。あれ、最多回正解のキヨさんどうしました？ちょっと待ってね。お日様は赤、お月様は時々赤。いや俺ね、うん、宇宙関係苦手なんだよね。宇宙関係じゃねえよ、これ。宇宙関係。お日様とか月とかさ。宇宙関係じゃないから、これ。宇宙関係苦手なんだよ、俺。宇宙。ああ、宇宙には興味ないんだ。興味ない、あんまり。ああ、なるほど。お日様は赤。はい。お日様は赤っていう表現。お日様はいつも赤。月が赤い。質問してってもいいよ。質問することがないんだよ、俺。いつも質問で答えてないから。まあ、いきなり答えになんか考えたくなるのはわかるわ。なる、そう。しかも、ウシとガチさんの質問で答え導くタイプだからさ。ああ。質問。質問は赤。はい。はい。お月様は、はい。時々赤っていうことは、うん。それ以外は、はい。赤じゃない色ですか？はい、そうです。いい質問だ。はいかいいえかで答えられる質問しかできないんだけど、いい質問です。赤じゃない色なんだ。はい、そうです。それ、色がありますか？その固定の。あります。青ですか？いいえ。これで言ってってどれかで当たるのかな？黒ですか？はい。黒！そうだね。お月様は、時々は赤だけど、基本は赤色です。え？あ、じゃあ、時々は黒色です。時々は赤で表現されるけど、基本は黒です。そう、それそうそう。それそれ。どっかから見てんのか、これ。
まあ間違っちゃいないかな。どう考えてるか分かんないけど、どこかから見てるっていう言い方は悪くないかもしれないですね。悪くない？あと何分、うん、あと1分あと1分ぐらい。これある世界っていうのが分かんないな。その世界は結構身の回りにありますよ、はい、身の回りにあることです。あ、お、言っていい？はい、今言えば5分です、多分。天気予報。なんで？やめて、その冷めた感じ。冷めてる感じやめて、ちょっと。なんで、なんで、なんで天気予報？めっちゃ冷めてんじゃん。なんで天気予報はお日様赤い？天気予報ってさ、うん、太陽の明日は晴れですみたいなお日様は赤じゃん。うん、あ、そうだね。で、夜はみたいな、夜も晴れですって言ってもお月様じゃん。でも月が時々赤の必要ないもんね。普段黒だしね。月って黄色だもんね、っていうか。お前はピンと来てないけど、今、答えてるだろ。もうちょっとスッキリするよ、ね、普通に。あ、マジで？うん、もうちょっとスッキリする。身の回り、俺の今の身の回りにありますか、その世界。あー、まあ、基本、キヨ君の周りには多分ないと思うけど、はい。でもまあ、すぐに出そうと思えば出せますね。出そうと思えば出せる？うん、その世界を出そうと思えば出せる。なんじゃそりゃ。ちなみに、はい、ヒントなんだけど、はい、赤と黒と青の3色だけですね、基本は。この世界の色は。はいはい、キヨさん、もう大負けに負けて、これが最後です。サレンダー。え、サレンダーってのはギブアップ。いや、今めっちゃびっくりしたんだけど、お前超高等ギャグなのかなって思っちゃった。嘘嘘、びっくりしちゃった俺、すごって思ったんだけど、これ実は、はい、お月様は赤色、時々赤ね、時々赤、基本黒ね、うん、でお日様はいつも赤、いつも赤、はいはい、これお日様ってのは日曜日のことで、日曜日赤、日曜日赤で、お月様は基本黒なんだけど、時々祭日なので赤色になると。お月様は何？お月様、お日様はいつも赤だから、日曜日はいつも赤色で表現される。月曜日は時々祭日があるので赤で表現される。基本はいつも黒。おう、ということで、これはカレンダーの世界だったんですね。お前サレンダーって言ったからさ、えって思ってさ天才すぎるだろ俺だとしたら。えって思っちゃった俺。これ難しいって、この問題、普通に。5分で書いてあるもん、これ。いや、無理無理。だって、お日様とお月様で、あ、日曜日、月曜日かなんて思わねえもん。いや、な、ま、でも、ま、でも、お日様が、日曜日。だってお日様と言ったらって言ったら、日曜日だね、なんてならないじゃん、まず。お日様はもう、お日様じゃん、太陽であり。ま、でも、月曜日をさ、月、火曜日を日、水曜日を水で表現するなんて、よくあることではあるじゃん。ない。ない。ない。まあ、でも月曜日は月、火曜日は火だもん。まあでもサレンダーも実質正解か。まあ口頭ギャグで行きましたからね。あれでしょ、カレンダーって言ってたんだよね。本当はね。本当はね。っていうか、この問題言っとくけど、はい、誰がどう聞いても、あ、キヨかわいそうだなってなってる。これはさすがに嘘、私すぐ分かったよって。いや、なってない。レッドさんもこれ無理だったでしょ、絶対。俺すぐできたよ。嘘。レトルトさーん。